はい、皆さんこんにちは。こんにちは。京都にお住まいの能楽師、松野さんと私、ドイツに住んでいる演出家釣りアンナ悦子でお送りする、ノートオペラ対談です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こちらの放送はボイスブログでも、発信してますので、アップルのポッドキャットとかですね、スポティファイとかいろいろ出してますので、ご都合のいい方で聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、だんだんね、回も、150回を超えてきまして、最近なんかあまりこう何について話してるのかっていう感じもありますけど、まあね、気軽に聞いていただけたらと思います。そうです。もはやノートオペラの話ではないですからね。結構名前じゃない方が多くなってるっていうね。この間もね、焚き火のお話しましたけどね。はい、今日はですね、タイムマネジメントっていうテーマでちょっとお話ししたいかなと思うんですよ。で、時間の使い方、で、なんか私結構実はもう昔から大きなテーマにしてて、24時間ってなんかあっという間に過ぎてしまいません？あります。なんか本当になんでこんなに時間が早く経つんだろうみたいな。で、毎日こう、今日何をやったんだろうみたいな風に結構こう思うことが多くてですね、で、まあ、そのこの24時間をまあこう長く感じるときと短く感じるときとあったりとか、時間の感覚ってすごく不思議だなと思っていたりとかするんですよね。で、アメリカに行ったときとかからすごいそれをすごい気にしてて、アメリカってみんな忙しい忙しい忙しいって、忙しいっていうのがかっこいいみたいな感じなんですよ、ニューヨークの人って。忙しい忙しいとかってやってて、で、まあでもそうやってやってると本当になんか忙しい忙しいと思って、なんとなくバタ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 してるけど、結局なんかもがいてるだけで何かやったのかなみたいな感じで終わっちゃうなみたいな感じがすごいあって、でもタイムマネジメント本の読み漁ったりとかしたこともあるんですけど、私のブログの方でちょっとこの間話をしてたんですけど、この神時間塾っていう本をね、これでも結構前に買ったんですけど、引っ越しの時に私結構いろんなもう荷物やっぱ持っていけないので捨てちゃったりとかするんですけど、この本だけはね、なんか大事にちょっと取ってあって、で、この間ドイツ人の友達とやっぱ話してて、その子はやっぱ頭のすごい子なんだったんですよね。で、その子がやっぱりその時間の使い方って、時間の感覚っていうのが研究している人がいて、時間っていうのはね、1元じゃなくて2次元なんじゃないかという話を聞いたと。で、それはこれの本にもそんなことが書いてあったなと思ってですね、それでちょっとまた引っ張り出してきて読んでるんですよ。で、はい、ちょっとこれね、ご紹介しようかなと思うんですけど、こう書いてる人がすごく面白くて、カバサワシオンさんとおっしゃる方の著書なんですけど、精神科医でいらっしゃるんですけど、でもね、すごくね、理論的にきちっとこう精神科医の医学的なメソッドとか、アメリカ式な感覚とか、そういうの全部入れてですね、書いてるんですよ。で、どういうふうにこう時間を使っていくか、時間を使うことで24時間がなんか2倍になるとかっていうんですけど、なんかこう、大きくまとめると、その15分とか45分とか90分とかで、こう集中力が、人間の集中力っていうのはこう分かれているから、それをうまく使うとか、運動すると脳みそがリセットされるから、時々こう運動を入れていきましょうとか、まあ、こうなんかこういろいろこう書いたんですよ。で、最近ね、こうやったり、こうちょっとね、また、そうだったと、サボってたなと思って、これのこの、タイムマネジメント術でですね、ちょっとまた生活を始めたりとかしてるんですけど、松野さん、なんかそういう、こういうふうにするとか、朝、例えば朝起きて、すぐに何をするかとかって、結構この本には朝がゴールデンタイムだから、朝の使い方をすごく考えましょうみたいにこう書いてあるんですけど、なんかありますか？何にもないです。何にもないですか？何にもない。というかね、ちょっと前、1月か2月ぐらい前かな、果たして1日は24時間なのかという疑問に当たってたんですよね。
ほう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 。うん。というのも、24時間っていうのは人間が決めたものでじゃないですか。うん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 、別に、その、自然界で草花が24時間を意識してるわけじゃないですやん。うんうんうん、ということは、うん、この24時間は一体何なんだろうと、うんうんうん、いう疑問に思って、うんうん、なんかその勝手に時計が刻んでるから24時間と思ってるけれども、うんうん、まあ、言ったら24時間であり60分であり60秒であり、うんうんうん、なわけなんだけれども、人間の僕らの感覚として異常に早く進む時と全然進まない時ってありません。うんうんうん、でも同じ24というその、うん、まあ、1時間で分けるとそういうものになりませんか。うんうん、まあ、多分だからその、どちらかのことが書いてあるんだと思うんですよ。その頭の中で早く進んでいる時と遅く進んでいる時はどうなんだっていうのがこう科学的にこう書いてくれてあるのかなと思ったんですけど、うんうん、僕はその果たしてこの24時間というものが正解なのかどうか、うんうん、なんか例えば、ね、24時間ですから、なんぼだ1440分、うん、になるのかな、うんうん、だから例えばそれをもうちょっとなんかあの24で割らなくってもうちょっと増やして割ってみてもいいのかなと。時間の感覚ってそういうパスの早く進む時と遅く進む時があるんで、あのその時計が刻む時間っていうのはあくまでこうなんか便宜上のだけのものであって、なんか実際の時間っていうのは違う感覚でなんかこう過ぎているかもしれないなとは思いますよね。あのドラえもんの、うん、あのなんか道具の中でそういうなんか時間を緩くするみたいな、時間の門みたいなのを開くみたいなのあったと思うんですけど昔、なんかそれすごいなんか分かるなって結構昔から思ってました。うん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 、なんか集中してバーってやるときって5分でこんなにいっぱいできちゃったとか思うこともあるし、なんか家でぼーっとしてたら5分とかもうあっという間に過ぎて、何にもしてないうちにやってみる5分過ぎちゃったみたいなのもあるし、そうそうそう、うん、そう、じゃあそれは果たして24でちゃんと割り切れるのかどうかという疑問に、あの、を感じておりました。割り切れない気はし、割り切れないと思います。これはあの時計は便宜上のものなんでね。うん、うん、そう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 。だから、なんていうか、あの自分の思いというか、なんでしょうね。まあ、そもそもの話、12時になったらなんでお昼ご飯食べなあかんねんっていう。うん別にお腹が空いたら食べたらいいんじゃないっていう、なんか何でしょうね、この、納得できなかったような感じがこう根底にあって、うんうん、そんな疑問を思ってしまったんですけどね。あれですか、松野さんは12時にいつもご飯食べるんですか、それとも。いや、食べないです、食べないです、全然食べないです、うんうん、全然食べないんですけど、あの非常に自由な時間に食べてる人なんですけど、うん、うんうん、なんか何でしょうね、12時になったら別に食べたくないんやけどちょっとこう食べなあかんのちゃうかなみたいな、こう自分にそういうあの、ものが出てしまう。まあ小学校とかでずっとそういうふうに教育されてますからね。そう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 、うん、それがその、うん、果たして時間というものが、うんうん、待てよと、この時間ってよう考えたら別に人間が決めたもんであって自然界の話ではないなと。うん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 、と単純になんか疑問に思った次第です。うん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 。だからかといって自分で何かをしてるわけではないです。うん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 。その松野さんが実際に今その例えばそうやって脳をね、実際に作品を作られたりとか、まあ、プロデューサー業したりとか、まあ、いろいろ本当にいろいろされてるんですけど、本番出て自分の稽古して生徒さんに教えてとか多分いろいろされてると思うんですけど、そういう、こうやんなきゃいけないこと、しかもあれですよね、ビデオも撮影してビデオを編集してとかっていろいろしてますよね、うんうん、それってこうどういう風にしてます、一日の中でこれを絶対やる、こうしなかったら寝ないみたいな感じでこうやるんです、それともなんとなくこう気が済む感じでこう時間の流れるままに気の向く
くままにはちょっと今これやろうかなみたいな感じなんですか。うん、全く決めてないです。また決めてないですか。決めてないというか、うん、そうですね、あの、お尻があるもの、例えば舞台、この日にまでにはこれを覚えなきゃいけないとかっていうのは、それはもちろんそうあるんですけれど、別になんか何時までに何をしなあかんとかっていうの全然決めてないです。あ、じゃあ自分のスケジュールとかもあんまり、うん、あ、まあ、その人と会うとかはもちろんしますけど、それ以外のことはあの全然しない、うん、その瞬間に今やりたいものをやっていくって感じですか。そうです、非常にフリースタイルです。ほう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 。それで全部ハマります、うん、全部やっていけてます。あのこう時間が足りない、時間が足りないみたいな、あの締め切りに追われちゃうみたいな感じは全然ないんですか。ね、もちろんそれはありますけど、うん、そんなになんか、うん、あの徹夜しなあかんとかっていう状況にはなってないですね。あ、そうですか。ええ、あのね、あのほら毎日ビデオ出してらっしゃった時期もすごいありますけど、あの時とかもですか。うん、別にそんなに時間に追われた感じはないです。あ、そうなんですか。うん、どうしてそんなことができるんですか。いや、なんかとりあえずうん、こう割と、うん、なんでしょうね、こうパッパパッパしていく方なんで、うんうん、あんま一つ一つに悩まない、時間をかけないみたいな。で、3つ4つのこといっぺんにしたりとかしますよ。ほう、どうやって。だからパソコンが2台とか、ほう、こっち側で文章を打ちながら、こっち側で編集しながらとか、なんか結構同時進行でなんかバー進めていきます。そうなんですか。それ、その方が効率いいですか。僕はね、なんかあの一個のことに集中あんまりしないんですよ。おお。だから、うん、ビデオ編集しながら全然違う書類とか書いてますか。うん、やってます。だから、それこそもう一曲新しい新作を作ってる時も、うん、今、まあ、ある程度できたんですけど、その時もこっち側で編集しながら、もう一個のパソコンで歌いやりながら、こっち側でなんか歌いを見ながらとか、なんかそんなことしてました。すごいですね。それってなんとなく、いや今思いついたからこっち書いて、なんかこっちまた思いついたからこっちみたいな感じでこう。そう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 。だからあのこうなっていくと、うん、なんか詰まった時に、うん、そこで立ち止まってしまいませんか。うん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 。絶対詰まるんですわ。絶対詰まるんだけども、こうなっていって詰まった時にこっちが やりつつどっかで動かしつつみたいな。へー。うん、だから、毎日動画を出してた時の編集は何かをしながらです、全部。それこそあの電車の中でやってたりとか、なんかあのずっとあのいろんなものをあの同時進行でやっていってますね。電車の中だと音ってイヤホン聞いてって感じですか。イヤホンで、うん。おお、すごいですね。いや、すごいというか、そういう性格ですね。なるほど、なるほど。あ、うん、それでじゃあ、こう、ああ、終わんない、終わんないみたいな、今日 YouTube 上げたいのにみたいな感じで徹夜になっちゃうとかいうふうな焦りとかは全然ないんですか。うん、あんまりないですね。へー、うん。あ、そうですか。例えば、その、なんかチラシをさ、あのうん、印刷屋さんにあげなきゃいけなくてとか、それもご締め切りがみたいな感じとかもない、あの結構早めに処理しちゃう感じですか。そうですね、割とその時に送られてきたやつをその時に見ないと忘れちゃうんで、でもう今だってこのこうスマホで全部いけますやんか、うん、まあね、だからフライヤーデザインとかこうこっち側に送られてきたら、うん、車乗っててもバー横止めてこれ見てとか。あ、そう、車乗ってても横止めてもう携帯で作業しちゃって送っちゃう。その場でしちゃいます。でもそれ車乗ってる時に何時までに行かなきゃいけないみたいな時でもですか。あ、それはその時はそっちを優先しますよ。うん、うんうんうん。あ、でもそんなにこう急いでない時はもう先にそこでやっちゃう。やっちゃう。お、
まあ、じゃあそういう意味で言うと、その細かい隙間の時間をうまく使ってるっていう感じってことですよね。うん、そうですね。なんかこう、あのいつからいつまでどうのこうのとか、だからそもそもの話、僕ら休みがないんで、取ってます。休めと休むしっていう感じなんですね。今日は休む日とか決めて作ってます？それとも全然こうダラダラ、いつもいつもいつもなんとなくダラダラダラって仕事、ダラダラって言葉が悪いんですけど、こうなんか、あのね、休む日っていうのは決め、作らないと作れないんですよね。だからなんか、そういうのが月に1日2日あればいいなみたいな感じで過ごしてます。あ、そっか。じゃあ日曜日とか1週間に一遍とかも全然数ない、そんな数ないってことですよね。うん、ないですね。うん、例えばじゃあ、うん、夜本番があるだけで午前中遊ぶとかいうふうに決めることはとかもない？あ、そんなのはありますよ。夜お稽古だけとかっていうのはありますけど、そういう時はじゃあ午前中遊ぶぞみたいにはすぐします？遊ぶって言ってもそんな遠くに行ったりとかできないんで、なんか作業したりとか、まあ、そうかそうか。家で例えばこうリラックスする日とか映画を見る日とか、そういうこともない？あの、もうちょっとない、作業面倒も嫌だからちょっと今日はコンピューター開けないぞみたいなことはないですか？ないですね。あ、なんかとりあえずその映画を見るとかっていうのもあんまないんですよね。実は私もない、うん、映画はあんまり見ないですね、うん、なんかとりあえずそのなんか例えばテレビで普通に、うん、放送されてるのを、うん、まあ、あ、久しぶりにこれやってるんやとか思ってなんか気づけば1時間半分ぐらい見てたとかってのはありますけど、うん、別にそれを一生懸命見なきゃいけないとかっていうのはないですね。そうですね。じゃあ、そう、あ、じゃあ趣味といえばキャンプに行くぐらいな感じですか？そうなんですけどね、最近ね、キャンプもね、ほぼ仕事になってきてるんでね、何なのかよくわからないです。結果、僕は一体何をしているのかよくわからなくなっています。その中ででも一番やっぱりこう、その作業するのがちょっとこう辛いなとかめんどくさいなみたいに思うのっていうのは何ですか？何もないですか？その事務的な作業とか、やっぱりその、うん、イベントと企画とかするとこう、もうお金計算とかからチケットの感覚とかこう、お客様とのとかいろいろこうあるじゃないですか、うん。ありますね。そういうのとかも全然平気です？平気ではないですけど、うん、なんか頭がお金モードになってる時は、うん、割と平気になってます。その計算とかは、うん、あんまり苦にはならない。じゃあそれが、うん、例えば土曜日とか日曜日とか、まあ、アーティストに土日ないですけど、そういうこう休みたいなと思う日とかにそういうしなきゃいけなくても大丈夫って感じですか？そうですね。そうそう、うんうん、うんうん、そもそも秋、うん、ここ10年コロナになる前は10年ぐらい9月ぐらいから12月の年末までは大体休みがない状態だったんで、うん、それがなんか普通みたいな感じだったんで、まあ、打ち弟子に入ってるとそうなりますよね。いやいや、打ち弟子の時なんかまだ暇でしたよ。ああ、そうですか。そうか、そうか。うん、だって、その先生について行くんで、今は、その、自分で何もかもやるから、うんうんうん、今の方が忙しいです。そうですよね。そうか、そうか。でも、その、忙しいから、なんかこう、ちょっとストレスになってきたとかいうことも全然なくって感じですよね。なってるんかな、わからないです。まあ、ともかく、僕が一番状態のいい状態の時は3つぐらいのことをいっぺんにやってる状態です。その時が多分一番調子がいい時です。ほうほう、すごいですね、うん、まあ、じゃあ典型的なプロデューサーに向いてるってことですね。そうなんですかね。なんか、うん、ともかくあんまり1個のことを集中してやってると、うん、うまくいかん、うん、なるほどっていう感じです、うん、アーティストの人って結構こう1個しかできないみたいな人の方が多いイメージが私はあるんですけど、プロデューサーの方がいろいろこう
こう視野が広くて、あれもこれもこう話しかけられたらこっちの対応もして、こっちの対応もしてみたいな感じで、はい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 、はい、マルチタスクな人の方がプロデューサーに向いてるかなと思うんですけどね。あ、多分そっちの方が向いてると思います、うんうん、私は結構ね、実はプロデューサーを頭の構造的にはいろんなことに興味があって、いろんなことをこう一つのことを見るのにいろんな方向から考えるっていうことをするんですけど、うん、こう今のこの状態の時にいろんな人からバー声かけられると、ちょっと待てやみたいな、これからみたいな感じになりたくなる人なのではい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 、うん、典型的に僕は逆パターンですわ。あ、なるほどね。だから私はそのアシスタントみたいな人がいてくれて、細かい処理はしてくれて、でこっちはこれで一つずつ決めていくみたいな感じが、私は一番こう、はいはいはい、うまくいく形。それはもちろんアシスタントみたいな人がいてくれるときは非常にありがたいですし楽ですけど、うんうん、まあでも確かに言われてみれば、そのなんか集中を妨げられて文句言うことはあんまりないですね。あ、そうですか。私ダメですね。こうこわってやってんのに横から入れられるのみたいな感じ、うん、あんまりそれないかな。ああ、そうかそうかそうか、なるほど、うん、そもそも集中力がないって思っていただいたら結構です何に対しても集中していないというかね。うん、まあ、でもそういう人も必要ですよね。そのマルチタスクの人でいろんなところから声かけられて、その都度その都度対応するような、あの、うん、そういう仕事って結構あるじゃないですかね、世の中に。そういう人がこう、私集中してんだから声かけないでとかって言ったらさ、やっぱり話にならないから。ならないですね。まだ多分向いてるんやと思いますよ、その辺は。プロデューサー向けですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございましたちょっとタイムマネジメントからこうちょっと話が、まあ、集中力ってことですね。まあ、タイムマネジメントって基本的にやっぱ集中力、自分の集中力をどう使うかっていうことだと、あの、とどのつもりは思うんですけど、うん、集中力の違いが分かって面白かったです、はい、ありがとうございましたではまた次回お話しさせてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。